バリーシール、アメリカをはめた男は2017年のアメリカ合衆国の電気犯罪映画。監督はダグリーマン、主演はトム・クルーズ。パイロットとして CIA の仕事をしながら麻薬の運び屋でもあった実在の人物バリーシールの実話をもとにしたフィクションである。1970年代後半、バリーシールは大手航空会社 TWA で パイロットとして働いていた。シールの若くして機長に昇進した腕前は一級品かつ、裏で検査が緩い立場を利用して密輸に手を染めていたことで、CIA からも注目されるようになった。ある日、シールは CIA に極秘の偵察任務への参加を求められた。野心家でもあったシールは、喜んでその依頼を引き受けることにし、すぐに TWA を飛び出して、 CIA が用意したペーパーカンパニーの小さな航空会社に転職し、メキシコ湾を航空レーダーを避けるように凄ご腕を発揮した超低空飛行で通り抜けて、アメリカと中米や近隣諸国を秘密裏に往復するスリリングな日々を始める。数年後、シールはパナマの独裁者マヌエル・ノリエガと CIA の仲介人の役割を果たすようになっていた。シールは CIA の目を盗み、メデジンカルテルの指示でコカインをルイジアナ州に密輸する仕事も受け負っていた。やがて、CIA はシールが麻薬の密輸に関与していることを把握したが、シールの任務を代わりに担えるような人材がいなかったため、あえて目殺する決断を下した。一方、麻薬取締局はシールを逮捕すべく行動を開始した。DEA の動きを察した CIA は、 シールに密輸から手を引けと警告したが、シールはそれに耳を貸そうとはしなかった。その後、シールはニカラグアの新米反政府組織、コントラに武器を密輸する任務も受け負うこととなった。コントラが本気で政府を倒す気がないと確信したシールは、その武器をカルテルに横流しして、さらに儲けていった。CIA の黙人のもとで、 シールの会社は小さな空港を独占的に利用して本人も含めてパイロット5人と5機のセスナ機を抱える密輸集団に成長しシールは扱いに困るほどの大金を得る暴走を続けるシールを危険視するようになった CIA はシールを見捨てて地元警察と DEA と FBI と ATF が逮捕するのを黙認した逮捕後に 検事の前に突き出されて、絶対絶命の窮地に立たされたシールだったが、ホワイトハウスが求めているニカラグアの左派、武装勢力であるサンディニスタ民族解放戦線が、麻薬の密輸に関与している証拠を得る手助けすることを、司法取引の材料として釈放される。しかし、それは、メデジンカルテルを裏切ることを意味していた。カッコ内は日本語吹き替え。年月日。 本作の主要撮影がジョージア州で始まった。ロケ地には、チェロキー軍、クレートン、リカーブ軍などが選ばれた。8月下旬以降、コロンビアのサンタマルタとメデジンでの撮影が行われた。2015年9月11日、撮影クルーを乗せた飛行機が墜落し、乗員2名が死亡、1人が重傷を負うという事故が起きた。事故の原因の一つとして、 悪天候が指摘されている。2015年5月、本作はメナというタイトルで2017年1月6日に全米公開されると発表された。2016年8月8日、本作のタイトルがアメリカンメイドに変更され、全米公開日も2017年9月29日に延期されるとの報道があった。これは同じ週に公開される予定だったアミティービル。 ザ・ウェイクニングとアンダーワールド・ブラッド・ウォーズとの競合を避けるための変更であった。2017年9月1日、本作はドービル映画祭でプレミアを迎えた。本作はフラットライナーズとティル・デス・ドゥー・アスパートと同じ週に公開され、公開初週末に1200万ドルから1500万ドルを稼ぎ出すと予想されている。しかし、実際の数字はそれを上回るものであった。 2017年9月29日、本作は全米3024巻で封切られ、公開初週末2677万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場3位となった。本作は批評家から高く評価されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには262件のレビューがあり、批評家支持率は86%。 平均点は10点満点で6.95点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、バリーシール、アメリカをはめた男は実在の人物を題材にしたストーリーをテンポよくかつルーズに処理しており、その姿勢は主演のトム・クルーズが発する途方もないエネルギーを反映したものである。それは干渉するに値するものとなっている。となっている。また、 メトクリティックには50件のレビューがあり、過重平均値は65、100となっている。なお、本作のシネマスコアは A となっている。ありがとうございます。